田中康総のだから言わんこっちゃない、ボリューム174、大騒ぎは日本だけ、バク頭を冷やして考えよう、鍵括弧朝鮮鍵括弧閉じ問題と題してお届けをいたします、まああの。国連の安保理というところが、北朝鮮に対するさらなる制裁が行われたとで、これは大変にすごいことだっていうんですけど、今までずっと北朝鮮に関しては制裁、加えてきてるんですよ。 あるいはもう拉致問題というのは、えー、なんかあの小泉純一郎さんの時にですね、まあ、ある意味ではこれは画期的なですね、えー、一歩を踏み出したわけでございますけどそれ以降ですねもう17人の歴代のですね えー、拉致問題担当の大臣というのは一度も北朝鮮に行ったことがないわけでございますからまさに失われた20年ではあるわけでございますで今回の制裁ですがもう例えば2年以内に北朝鮮籍の労働者はみんな、えー、それほ 他の国から退去させなさいと言うんですけどこれも当初は1年となっていたのが2年になっているわけでございますからまあなし崩しとも言えますしさまざまなものをですね農産物とかそうしたものも北朝鮮から輸出させないとか。 あるいはまあ日本のです、ね、いわゆるファストファッションのところも北朝鮮で作らせたような衣類というものもしないと言ってますけど一番大事なことあるいは北朝鮮に石油を輸出しないとかいろいろうんだらかんだら言ってますけど一番大事なことは皆さんご存知のように北朝鮮にある膨大なる天然地下資源というものに関して これを北朝鮮からは一切輸入しませんなどとは言ってないんですよ、皆さん。もう一度、後で後ほどフリップをお見せいたしますが、モーニング・クロスでも繰り返し述べてきているように、軍需産業に必須なタングステン、このタングステンの埋蔵量の半分は世界中の中で北朝鮮にあるわけです。あるいはウランの埋蔵量というのもなんと400万トンもあるわけでございます。そして皆さんがお使いの携帯電話、あるいはですね、誘導ミサイルにも必要なこのレアアース。 えー、これがですね現在は世界への供給量の9割を中国が独占をしておりますから中国がこれの値段を上げるとですねいろんな携帯電話製造メーカー、まあ、アップルなんかは。 中国で劣悪な条件で作らせていてですねまるできれいなもののように売っていてそれを分かっていながらついつい買ってしまって買わざるを得ないという私も含めたですね痛い系なか弱い子羊ちゃんの消費者がいるわけでございますけれどもでも、まあ、この中国にあるレアアースよりも6倍近い埋蔵量が北朝鮮にあるわけです。 言ってているわけではなくハーチューのようにですねなんかあのホラフキーって言ってるんじゃなくてこれアメリカの資源探査衛星がもうデータ上分析をしているわけでございますこんなに地下資源があるから戦争をやろうなどとアメリカがけしかけてるわけじゃなくてこんなところで戦争が起きた場合にまさに韓国や、えー、日本にまでですね大変な被害が来ると。 もし仮に向こうが核のミサイルを撃ってきたならば、韓国と日本だけで本当に400万人以上が、えー、死傷しちゃうんじゃないかと、まあ、た仮にソウルと東京に落ちた場合は、ですね、いやもっとかもしれませんですよね。ということはアメリカ自身が言ってるわけでございますから、戦争は起こさせちゃいけないわけでございます。もちろん起こさせちゃいけないんだけど、向こうがやるんじゃないかなどと言っている人がいますが、これはなんと、 まあ、ブライトパートニュースという,です、ね、もう本当にフェイクニュースの権ゲのおじさんがです、ね、先日スティーブン・バノンという人が日本に、まあ、産経新聞とか世界日報という統一教会系のメディアがお金を出したんじゃないかと言われてますけどやってまいりましたけどこの彼の中で唯一言ってることはこれは自民党の私も友人でもあります河合克行さんが会った時に彼は北朝鮮の,あの電話頭の人は。 意外と沈着冷静だから戦争を向こうから仕掛けることはないと言ってるわけでございます。それは仕掛けた場合にはですね大変な自分たちが自分が殲滅されると。でもいや逆にアメリカも向こうに仕掛けた場合には別にアメリカ大陸でなくても韓国や日本にですね100万単位で犠牲者が出た場合にはそれは世界中から袋叩きに合うわけでございます。そしてもっと言えばこれも番組で述べた時に何を言ってんだという相変わらずなお花畑な方がいらっしゃいますが。 北朝鮮にここまでのミサイルであったり核を持たせるというものをですね、結果として防げなかったのは、バラコババ大統領をはじめとする、そして私たちもであります。つまり、北朝鮮に持たせるということを黙認してきてしまったわけですよね。黙認してきてここまで来てしまったんですから、それは北朝鮮がカードを持ってるわけです。でも北朝鮮のキム・ナントさんはですね、自分が死にたくない、あるいは、 えー、亡命をしたっていつか死んでしまうかもしれませんからあの国を残していかざるをえないと思い込んでいるというところなのでございましてそこにまさに、えー、裏地にいるプーチン氏が出てきて、まあ、ドナルド・トランプ氏もですねプーチン氏とあまりうまくいかなくなっちゃってプーチンが結局解決していくのかという状況であるということをですねもう一度振り返っておきたいと思います。もううう点先日ですね、まあ、あのご存知のようにライダイハンという えー、ベトナム戦争の時に、韓国軍というものは、まあ、その出兵をしたわけですね、日本と違って、でまあ、そこで、えー、向こうの現地のベトナムの女性と、そしてその韓国兵の間に生まれてしまった子どもが来大犯という形であるとで、この問題をどうするんだって、よくお騒ぎの方がいらっしゃいます、確かにこれはきちんと韓国とベトナムの間で話していくべきことであろうと思います。 そしてもう一点がですね、いや、韓国で、えー、慰安婦になったという人たちは、こんなにいい給料をもらっていたという資料が出てきたぞ。ほら、お前、これは人権無視どころか、こいつら生子以上にすげえじゃねえか、ということをお書きになっている方がいます。 まあそういう方が何人いたかどうかは知りません、でもこれに関しては、ですねやはり三笠宮が述べていた言葉というのは、大変な言葉があるわけなんでございますね、三笠宮はですねこういったことを述べてるんです、えー、南京大虐殺とかもですね、最近の新聞などで議論されているのを見ますと、なんだか人数のことが問題になっているような気がします、私も30万人などというのはフェイクだと思っております、しかし、時点にはザ・虐殺とは、むごたらしく殺すことと書いてあります。 つまり、人数は関係ありませんということを、1994年のですね、t h i s ズ読売というですという、読売新聞が昔出していた、渡辺常雄さんのもとの、この雑誌の8月号のインタビューで、1994年にあのお亡くなりになられたですね三笠宮様が話しているわけでございます。 そしてまあ皆さんご存知のように三笠の宮さんはです、ね、じ実際に戦争の時に出兵をされたで古代オリエント史と私というです、ね、84年に出た本の中にです、ね、ある青年将校私の陸士時代の同級生だったからショックも強かったのですがある少年将校から兵隊の胆力を養成するには生きた捕虜をじ銃剣で突き,刺せるに突き刺させるに限ると聞きました。 また多数の中国人捕虜を貨車やトラックに積んで満州の荒野に連行し、毒ガスの生態実験をしている映画も見せられました。カギカッコ、聖,の戦,い聖戦の陰に実はこんなことがあったのでしたということを述べてるわけです。まあ、三笠宮様のことをですね、赤い皇室などというですね、揶揄するような言葉を言っていた人もいますけど、実はもっともう大変な発言というのがあるわけなんでございますねこれはですね。 えー、1983年に、えー、産経出版から出た本でですね今明かす戦後必至というので鹿内信孝さん富士産経グループをですねあのような形にしたというあーのー、まあ、富士産経グループのまあ初代議長だですねこの「タイタン州」の中ではこれなんかも軍隊でなきゃなけりゃありえないことだろうけど戦地に行きますとピーヤがピーヤって、まあ、つまり圧っ屋さんですね。 長、えー、弁,弁,弁する女の耐久度とか消耗度それにどこの女がいいとか悪いとかそれからむしろをくぐってから出てくるまでの待ち時間が将校は何分歌手間は何分兵は何分といったことまで決めなければならない。笑い料金にも等級をつける まあその兵隊の身分によってってことですかねこんなことを規定しているのがピーや設置要項というんでこれも陸軍経理学校で教わったってあのハーチュウさんじゃないですけど活字になってるものはもう大変なことでございますあるいは中曽根康弘さん中曽根さんもですね1978年の文化放送開発センター出版部から出た「終わりなき海軍若い世代へ残したい伝えたい」っていうのは3000人からの大舞台だ。 やがて原住民の女を襲う者や博打にふける者も出てきたそんな彼らのために私は苦心して慰安所を作ってやったこともある彼らはちょうどたらいの中にひしめく芋であったというご発言をされているわけでございますまあ中曽根康弘大君はなかなか立派な方でございましてですね、えー、戦後 終戦70年紀行というのを文藝春秋のその年の9月号に書いておりますけれども、先の大戦をめぐる日本の行為は紛れもない侵略、無謀な戦争、特に中国民族の感情を著しく傷つけたと。まあ、これは朝鮮も同じですね。事故の歴史の否定的な部分を直視する勇気と謙虚さを持つべきだ。そこから汲み取るべき教訓を心に刻み、国家を導くことが現代政治家の責務だ。 過去に対する率直な反省とともに言動は、えー、慎むべきだと、民族が負った傷は3世代100年は消えない、そしてですね、えー、こういう発言をされているということです、す。資源獲得のための東南アジア諸国への進出も、現地の人からすれば日本軍が土足で入り込んできたわけで紛れもない侵略行為だ。過去の歴史を直視し、 村山談話、小泉談話を踏襲した上で、これからも日本側の誠意ある表現は、時代の流れの中に込められていくべきだ、だから軍部による中国国内の事変の拡大は、中国民族の感情を著しく引きつけたと言わざるを得ない、これ、中曽根さんが言ってるんですからね、多分ですね、その来大藩けしからん、消しからん話でございます。あるいは確かに自ら手を挙げて 行ったた人もいたかもいいかしれないでも逆に現在だってソープランドへお勤めになる方がです、ね、趣味でお勤めになっているのではなくてです、ね、シングルマザーであったり借金を抱えた、まあ、借金を抱えたのは自分のせいかもしれませんあるいは夫がかもしれません、まあ、元タレントだったあの方が自分の妻をです、ね、ソープで働けと言ったみたいな話もこの間載っておりましたけれども。 まあそういう理由、つまり自分から自ら手を挙げていったんではないかもしれないということですね、だからここの部分はですね中曽根さん、大変なもんで、つまり慰安婦問題に関するですね吉田政治証言というのは、これは全くフェイクなニュースだったわけです、でも慰安婦はいなかったということではありませんから、南京大虐殺が30万人もいたはずがないということは、お互いが膝をすり合わせて歴史検証すべきで、南京では1人も兵隊が虐殺していないと、1人も強姦をしていない。 といううのははこれは逆ににフェイクになっててししまうわけですねでそして日本ではもともと皆さんご存知の白馬事件というのがあったわけです。これはオランダのもともと植民地だったインドネシア,インドネシアにです、ね、占領した日本、日本の,その将校が数十人の,そのインドネシアに住んでいたオランダの女性もちろんオランダは植民地にしていたんですから悪いことをやっていた部分は否定しません。 しかし、その女性の人たちをですね、慰安所に強制連行して、軟禁状態で強姦をしたわけです。そしてこれはですね、えー、戦後ですね、あの <coughs> 裁判によってでですすねね有罪が決定したわけです、ね、そしてこれに対してオランダの議会はですね日本人軍属と軍人に有罪が宣告されて日本政府に謝罪と保償もう一度オランダはなんと2007年になっても下院がですね改めてこの決議を採択してるわけです白馬事件オランダは日本と親日的であるでこの問題をですねきちんとオランダの国王が来た時にも今の金城天皇も向こうのオランダの国王もですね そうした問題ということを直接はやらなくても、厳外にです、ね、非常に高度な隠蔽の形で,です、ね、述べて、これをきちんと私たちは直視をして、反省すべきことは反省をして、同じことを起こさないようにしなきゃいけないと言ってるわけでございますから、こうしたすなわち黄色、同じ黄色人種だけでなくて、白人に対してもこうしたことをしてきたというのは、もう世界的な常識になっている。 ですからライダー班ーとかですね慰安婦自分で給料ガーとか言う前に私たちは中曽根さんと同じように学ばなきゃいけない。 そして中曽根さんのことを本来尊敬していたはずのねとう系の方やですね中曽根さんなんてけしからんと思っていた家屋の方々はですねもう今の私が読み上げた中曽根さんの発言がおかしいと思うならばそこにこそギャーと言わなきゃいけないわけでございまして全く長いものにはまかれながら弱いものをいじめるというような形ではいけませんしそしてまた朝鮮半島に関して戦争を望んでいるのはですねというか戦争になっちゃうしかねえんじゃねえかって思い込んでいる 混んでる人たちというのは日本くらいであるということをですね改めて、えー、ここで刻んでおかないといけないと思います。